〇〇を決めろ第1回ハヤト。まあ、こちらですね、〇〇王という気がして、はい、今回は、はやと。はやと。はやと。俺が王ってことでいいんだよ。違う。違う。違う。俺が王ってことじゃないの。誰が一番はやとのことを知ってるか。いくつかクイズを用意してもらってるので、それを僕たちが答えて。なるほど。一番正解した人が一番はやとを知ってるということで、はやと王。早速、行きましょうよ。行きましょう、行きましょう。それじゃ第1問、はい、これもめちゃくちゃ簡単です。僕の最近の口癖は何でしょう。口癖そんなわかるよね。口癖結構あるよね。口癖ね、あるね。いろいろ、はいはいはい、来ましたか。まあまあ、なんとなくはね。はい、じゃあ端っこから言います。はい、僕は確かに。わー、僕も確かに。ことなんだよね。なお絶対使う。ちげーなとか。ああ、いや、語尾ね。語尾になおつける。語尾になおね。まあでも、じゃとかじゃない。なんとかじゃ。なんとかじゃ。ああ、語尾ね。じゃあ、突っ込むとき。正解は、確かに。便利なんですよ、確かに。人の話を聞いてないときに言いますよね、確かに。違う。悪いな。人の意見に合わせるときに必ず確かに絶対言うね。あの、しかもその前まで違う意見で行こうとしてたのに、その人がこう言った瞬間に確かに。ということで、第1問目は僕と1ポイント。1ポイントやるよ。第2問、はい、直也くんの好きなところは。いきなりピンポン。それを俺らが当ててくる。いいですか。服くれるとこ。結構メンバーにくれたりするんですよ。だから結構物とかそういう渡したりされることが嬉しいのかなって。相談しやすそう。あー、相談の相談にされてくれる。なんかね、名古屋フォーメーションとか考えるんですよ、グループで。はいはい、だからなんかその一番なんか相談相手になりやすい。しやすいところ。確かにそう。相談しやすい。仕事で頼りになるね。いや、だから俺もテッド君とマジで服くれるとか何でくれるとか言いそうじゃん。なんか、まあ、俺が答えそうなの。そう、答えそうっていうことで、掃除してくれるところ。あ、稼ぐ、いろいろ片してくれる。自分が一番分かってんじゃない。いや、超本人来たよ。本人だから。起こしてくれるところ。起こしてもらってますからね。電話で起こす。あ、そんなことやってる。そんなことやってる。朝早い時とかはね、起こしてもらって。どういう関係性。え、なんでそれドヤ顔で言うの。付き合ってる。え、ちょっとメンバーは初見。いや、ちょっとお願いされたの。正解は、嫌いなものを食べた時にその反応が結構好きです、僕は。え、どういうこと。今は食べれるんだけど、キノコが嫌いだったんだ。キノコを食べた時にこうなんか、え、あざーい。あざーいよね。ちょっとあざといんだけど、癖になっちゃって、それ見たさあるんだよ。え、ちょっともらっていいですか。いやいやいや、キノコなんだよ、マジで。あ、やらしいのか。あ、これくれて。あー、やらしい。もう、全身でやらしてくれるの。マニアックすぎるでしょ。そうだよ、ハヤトにならないといけないんだよ。やろうやろう。やった。第3問、はい、もしもハヤトが女の子になったら何をしたいでしょうか。おぉ、なったら、もう俺はもうなんとなく、俺もなんもう俺多分俺ビキニ着てるぞ。ああ、いやいや、俺ビキニ着てずっと鏡で自分見てるから、下すらずっと風呂入ってるから。ビキニ着て、俺結構似てるわ。バカみたいに短いミニスカートを履いて街歩きまつそう。それで言うともやっぱりダンス好きだし、女性のダンサーさんとしてのステージとも。いや、早く美化しすぎだって。それはそれは違う方面の答えも出しようかな。なるほどね。俺はね、女子高生のコスプレしそう。あ、じゃあもう例に近い感じ。ちょっとミニスカート、ちょっとミニスカート、制服ね。え、でもめちゃくちゃ例と似てるわ。本当にもう露出して俺のイメージなんだろして。答えいきます。はい、ビキニを着てみたい。おお、来た。すごくないですか。やっぱちょっとやっぱ行っちゃってるんで。行っちゃってるんで。そういう感じだと思う。ワードかも。どこかみんな思いますよね、そういうの。第4問、はい、もし今すぐ100万円が手に入ったら、ハヤトは何をするか。これもハヤトの気持ちにちゃんとなってね。まあまあ、僕はなんとなく。じゃあ行きましょうか。はい、日当たりのいい場所に引っ越す。ああ、はい、前の半分
地下の半地下に住んでた。だからこう日当たりのいいもっとこう上の方に引っ越すのが今も日当たらない。それで引っ越したんだけど、うん、今も結果そんなに日が当たらない当たらないってね多分防音の部屋か踊れるダンススペースがあるようなちょっとリッチな場所に引っ越す。ああ、なるほど、引っ越しね。さあケンちゃん、いやー、まあ、100万円なんで、まあ、海外好きかなって思って海外旅行行きまくる。韓国とか好きやし、韓国旅行とか。僕はベランダを作る。あ、何そういう、何みんな家すごい悩んでると思われてる今日が当たらなくてこうちゃんとさ、太陽を見上げてさ差し込むよ、ちょっとはそんな閉鎖的な空間じゃないから服とかさ、多分室内で干してると思う。まあそれはそうですよ。ちゃんとベランダにいいだろ、室内干したって太陽光に当たって。干してるのか、みんな見てる。おい、いや干してると思うよ。本当に干してる。室内干してる。だからベランダを作る。なんかちょっとセッターの言ってるかもしれないですけど、なんかそういう音楽の機材、自分でなんか曲というかあれを作りたいって言ってたのはね、あの機材を全部揃え。なるほど。正解言っていいですか。はい、ワンエンのスタジオを作る。おお、ワンエンオンリー専用スタジオ。それもじゃあ100万円、え、いけるんですか。100万円で、わかんない。そう、相場はわかんない。100万円もすごい夢が詰まってさ、何でもできますよね。何でもできます。まあまあまあ、家は別に今の家満足してるんで。じゃあ全員不正解。不正解。いや、自信あったんだ。続きまして第5問。ワンエンオンリーの中でハヤトが一番好きな曲は何でしょうか。おお。これでしょ。俺らならではの質問。これね、俺ね、わかります。パッドが思うの一曲あるんですよ。What about this? そっちか、そっちか。なんでか、でもね、ダンスが難しい、表現しづらい曲なんで、なんか生かされるんですよ。ハヤトのスキルが。だからちょっと好きなんじゃねみたいな。だからそれで言うと、ワンエンの楽曲ってさ、結構ハヤトのラップってすごい強いと思うんだよね。で、それがやっぱ最初に出たのって、やっぱダークナイトとか。ダークナイトきっかけで結構何ハヤトのさラップがこうマジでラッパーっていう確立してきたの。そう、確かに。だからやっぱ思い出深い曲としてダークナイトなのかなみたいな。踊ってて気持ちいいのか、聴いてて気持ちいいのか、歌ってて気持ちいいのかっていう、いろいろ、ここがめちゃくちゃ悩みポイントで、真剣に悩む。やっぱ自分たちの楽曲が知らないもん。じゃあもうシンプルにロカ、これなんでかっていうと振付師がハヤトなんですよ。やっぱハヤトって名古屋のこと大好き、構成名古屋が言ったんですよ。なるほど。これやっぱもう辻褄なんで、さっきの伏線回収じゃないですけど、名古屋のことが好き、構成名古屋が作ったの。プラスダンスが好きにハヤトがダンスを自分で作った。完璧だね。もう完璧じゃん、揃ってるじゃないですか。ロカ、ロカです。名古屋のことだけが好きみたいな。いや、逆にね、ミシャストンキア、はい、応援な感じ。最新曲。あ、最新曲。ぜひ皆さん聴いてください。皆さん、お願いします。お願いします。いや、なんか、単純に多分、普通にボソッと、なんか、これがやっぱいいな。やだ、まあ、よ。ボソボソ言ってるから、結局ここなんじゃないかな。フリース。おぉ。結構好き な系統じゃないかなと思って、ラップもかっこいいし、あとあのハヤトがソロで踊るとこがあるんですけど、あそこの音ハメがめちゃくちゃ多分好きなんじゃないかなって。名古屋がさ、ブリースって言ったじゃん。言った瞬間にさ、ブリース。おー、もう正解なんだろ、その反応。なんだろ、これ。正解いきます。はい、オンリーワンフォーミー。マジで言えたじゃねえか。そっちなんだよ、お前。全部好きなんだけど、今ダークナイトと2択ぐらいですけど、ね、なるほど。でもオンリーワンを見てやっぱいいのが、このワンオンリーっていう文字も入ってるし、確かにね、スラックっていう文字も入ってる。そう。でもオンリーワンを見て結構なんかエイクがさ、よくさ、俺めっちゃ好きなんだよ。いや、エイクね、そう、どう思う。でもエイクは日頃から言ってるからね。そうなんだ。でもそこになんか臨場しないよね。あんましないよね。いや、なんかちょっと今ちょっと笑ってない、その大丈夫、ワンチャンネル。正直もうジョーカーだけ。他もいい。カテゴリーが一番パートが多くて嬉しい。あら、絶対絶対使ってください。これはもう全員不正解。ということでね、今現在はテッタと僕とエグが1ポイントで、エグと剣士はゼロ。やばいですね。大丈夫かお前らって感じ。次の第6問目いきます。はい。初恋はいつですか。おー、ちょっといいね。これ過去に出したことありますか、この話。いや、ないね。あんまないんじゃないですか。こういう話あんましない。恋愛系の話ってもう何にも。ハヤト恋とかするのかね。確かに。マジそもそもの問題。いつですかって俺がインタビューとか聞かれた時とかに、なんて答えるんだろうなって。
はい、考えてほしい。おばあちゃんも考えようか。おお、はい、僕ね、幼稚園ですね、幼稚園。幼稚園ね、うん、まあありそうだなっていうね。俺も小学生か幼稚園で迷って、で幼稚園から先生に好きになっちゃったりするじゃん。だから多分そういうのでやっぱ幼稚園かなって。だからちょっと狙ってるんじゃないかな。なんとなくスワックに出会った時から。あ、ちょっと交換。そうそうそう、やりそうだね。そしたらやばいわ。スワックに出会った時が俺の初恋だみたいな。これはつるいだろう。うわ、いつだろう。え、多分ね、小学生、小3ぐらい。お母さんとかやりそうじゃん。あー、なるほど、そっちもあるか。お母さん好きだしね。答えは3年前ですね。ってことは、ってことは、スワックのみんなに出会った時。やったえ、すごい。やったほら、おいすげえよお前。え、めっちゃ嬉しいんだけど。裏書いたじゃん、裏書いたよ。すごいもあるよ。すごいけど、俺インタビューの時なんか言ってなかったかなみたいな考えて。そう、だからそう、それがヒント。もう剣心すごいわ。はい、ということで次の問題で最後ですね。はい、なんと次の最後の問題ですね、2ポイント。あら、いや、じゃあもう例にも可能性が、はい、可能性はあります。あるよ。ラストはこちらです。はい、隼人の宝物は何でしょう。これはもうすぐ分かりますよ。流れ来てるやろこれ。来てますよ。最後そこで落とそうとしてる。もうこれすぐ分かりました。これはもうすぐ分かります。これはもうじゃあ、いやもういいですか、うん、じゃあ、はい、メンバーがスワックです。どっち。メンバーももちろんだけど、スワックって言わなかったら米売りしてんの俺らメンバーじゃなくてスワックに対してだから、スワックかなっていう。おー、だからスワックです。はい、あのね、メンバー、スワック、まあもちろんそれも全部含めてワンエンオンリー。ワンオンリーか。俺のスワックかワンオンリーどっちか。メンバーのことはまだ言ってないから、最後でやっぱドーンって持ってくためにメンバーって。おー、俺は逆に絶対こう今流れ作ってきてんじゃん、ぶっ壊すと思うんだよね。こいつはだって選べてるわけだから。だからあれ、梅の梅子、あの梅をつけてるんですよ。梅好きだよ。梅が大好きで、でそれが宝物かなっていうのは。まあ、そうね。まあ、なるほどね。それやったらマジやばいやないでしょ。なんかやりそう。大丈夫大丈夫。出揃ったところでいきます。はい、リーダーお願いします。それじゃあ、正解は、はい、梅の梅。よっしゃー、バカ野郎。分かってねえな。そういうことか。考えすぎ。いや、なんか、え、すごくない。なおくんすごい。もう事前にこの答えも決めてたから、この流れ来て本当申し訳ないなと思って、最後当ててくれたね。企画変わってない。なんか裏切られた気持ち。そうなんだ。だから取材の時とか皆さん見てくださいね、必ずね。絶対梅の梅子バイオリンよりも梅の梅。そうそうそう、スワックよりも梅の梅。そうそうだよ、宝物だから。そう、宝物。スワックとかメンバーって物じゃないから。はい、僕が3ポイント。すごい、最後食べたのだ。なので、第1回〇〇王決定戦、ハヤトは僕、ナメです。いやー、すごい素晴らしいね。確かに、梅の梅子の下りで、やっぱもうなるべく一緒。確証した、確証した。正当の答えを言うやつじゃないもん、絶対言ってないから。その、確かにその質問の中でさ、ナオくんの好きなところはとかさ、もう、もうなんかね、なるべく一緒。一応、メンバー全員やっぱ送ったんです。ちょっと事前に、あったんじゃない。たまたまナオくんがピックアップ。なるほどなるほど。もちろんケンシンのいいところ、好きなところも、レイくんの好きなところもないんだね。まあね、第1回ということで、これ全員多分あるので、そうだね、じゃあ、ハヤさん、ナオくん、この動画が良かったと思ったら、いいねとチャンネル登録、あとコメントもよろしくお願いします。やっていく、いいね、そういうのやっていこう。またねー。バイバーイ。